ママに会いたい。ママー。そんなわけで、今回アテネにプレイしてもらうのはこちらのゲーム。聞いてない聞いてない、そんな話聞いてない。ホラーじゃないよね。いや、どう見てもホラー寄りのゲームやで。皆様から一番要望の多かったゲーム、ストーリー重視の素敵な作品みたいですわよ。なるほど、ストーリー重視。だからって不安な気持ちが払拭されるわけじゃないからな。まあまあ、それは実際にプレイしてみて判断してくだせー。さあレッツプレイ。おう。早速ホラーシーンじゃないよね。ママ。どこ？ひえー？わーお。ママじゃない。ここは、どこなの？あれ？虫？仕方ない。ママを探しに行こう。何よ何よ、どういうことなの？すでに考えさせられる入りだったね。何もわかんないけど。でも、目的はわかってるやで。この子が今作の主人公、名前も何の情報もわかんないな。性別に関してはどっちなんですか？この子は女の子なんですか？うるせえな。それよりもこの目の前の目玉はな、西部地点だった。まさかの西部地点だったね。まったくもって安心感のない西部地点やで。てかあてね、気づいてる？いや、うん、見間違いじゃないんだよね。この子、両腕がない。最初の冒頭から両腕が映ってなかったのよね。そしてここはどこなのか。とりあえず、周りを探索してみるしかなさそうね。奥に進んで大丈夫なのか？ここから外に出られそうだけど、どうしようかな。そりゃあ、行くしかないっしょ。だよね、進む以外に道は。ええ？ああ。なんで何が待ってよ、どういうこと？はや、バッドエンド回収発や。さすがにもっと慎重に動くべきじゃないか？何よ、他にどうしろって言うんだよ。行く以外に選択肢はなかっただろう。てか、後ろの影が今の謎の存在になってる。ほんとだ。わかったわよ、しっかりと隅々まで調べたらいいんでしょ。この子自身も両腕の行方はわかってないのか。消えた両腕を探せ、にゅー。新たなクエストみたいに言うな。ベッドのところ、腕の部分に血が染みてないか？え？何よ、下にも部屋が続いてたのか？じゃねえよ、明らかにヤバい奴がいるんだよ。どの範囲まで見えてるんですかって質問してもいい？やめろバカ、絶対に余計なことするなよ。あの、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。ねえ、目玉さん。出たらダメ、です。意地悪。いや、釘刺してくるまでが早いな。どうしてもダメなの？でもよかった。この目玉は敵ではないんだね。かといって、こっちしか進む道ないしな。また行っても同じ死に方をして終わるだろうね。しっかりと目玉さんに許可をもらえばいいんやで。むしろ仲間として行動を共にするとか？それはやだ。目玉さん。何ですか？ママに会いたいの。どこに行けばいいの？どうしても、ママに会いたいのですか？どうしても。あっち？監視に気をつけてください。監視って何？あなたたちの敵です。何それ。わかんないけど気をつけるね。さっき殺してきたのは、監視ってやつだったのか。つまり、あいつにさえ気をつけてたら大丈夫。さあ目玉さんの許可も出たし行くのです。今度こそ大丈夫よね。なんかいる？うようよしてる魂か？最新の注意を払って接するやで。いや、近づきすらもしたくないんだけど、話しかけられるってわけではないのか？魂の抜け殻だけが残り続けてるというわけか。わあなんだこれ。やっとお目覚めかい。いや喋るのかよ。君のお兄さんはとっくに目覚めているというのに。喋った、君は何なの？僕たちは外から来た、種だ。まあ、出来損ないなんだけどね。このまま2日も経てば消えるさ。僕みたいに喋られる奴もいれば、会話すらできない奴もいるんだ。会話ができても、自分が特別だと言い張るバカもいる。へえ、出来損ないなんだ。出来損ないって何？おや、わからないのかい。君自身だって同じようなものだろう。主人公も、同じ出来損ない。両腕がないからってことなのかな。だから両腕を探す旅に出た。いや、目的はママを探すことやで。そうなの？わかんないや。ごめんね。今はママに会わなきゃいけないんだ。そうか、まあ頑張れよ。なんとなくわかったような。でもまだ確信はできてないというか。二日で消えるってのがね、こいつがその喋れない奴の部類なのか。喋れるから優秀、喋れないから出来損ない、こっちには進めるのかな。何かがそこにいる。
巨大な口が壁から生えてるやで。おしゃべりが達者な口かもしれないよ。大丈夫？話しかけて大丈夫なやつ？うん、特に何も起きなかった。口なんだから喋れよ。何のための口なんだよ。あまりアベルさんを怒らせないでくれ。なんで怒ってんのこいつ。どこに向かえばいいかさっぱりだな。もう一人の僕？主人公と全く同じ見た目の人がいるやで。さっきの種が言ってた、お兄さんなのかな。セーブ地点もあるしここは安全なのね。にしても似てるな。この人は腕はあるけど両足がないみたいだね。そこもストーリーと関係してそうだな。これは誰だろう。うふ、スピー。どうしよう、寝てるのかな？起きてー。スピー、スピョー。すごい、全然起きない、起きてー、起きてー。オーフ？まさかの力技で？こいつはゴリ押しの才能を秘めてるぜ。ああ、なんとも大胆な起こし方だ。君は？俺はお前の双子のお兄ちゃんだ。ようやくお前も目を覚ましたんだな。お兄ちゃんか、寝てたのはお兄ちゃんの方じゃない？お前もさっきまで寝てただろう。そんなことより、お前も監視に腕を取られたのか？二人揃って取られちまったなんてな、さすが双子って感じだ。そんなところに双子の運命感じるなよ。双子だから平等に取られたってこと？双子という存在もキーになりそうやで。監視ってなに？監視は時々やってきて、俺らの一部をちぎって持っていくんだ。どうして？さあね、そこまでは俺もわからないさ。大きな音が聞こえたら注意しろよ。音が聞こえた後すぐに眠くなって、起きて気づくとどこかをちぎられている。そっかそっか、なるほどね。そんな重い話をなんでこんなのほほんと話してるの？ BGM がのほほんだぜ。少しずつ、少しずつ、ちぎられていって、最後は、そのまま溶けて死ぬらしい。やだよ、ママに会いたい。ああ、そうだな。だけど俺らはいろいろ足りないんだ。俺は片目と足がないし、お前は脳と腕が足りない。どうしたらいいの？ああ、まずは腕よりも脳かな。脳ってなーに？どう説明？頭だ頭。頭、あるよ。そういうところだな。アホの子、アベルと同じってことね。え、アベルさんって天才の部類に入るでしょ？うん、そういうところね。そういうところやで。しっかりわかるよう説明しろやおらー。今のお前じゃ、ママに会えたとしても、迷惑をかけるだけだ。だから最初は、脳が必要だな。ママたちは見た目以上に頭を欲しがる。ママに会いたいなら頭を優先しろ。へぇ、頭と脳ってやつか。よくわかんないや。これだと先が長そうだ。まあゆっくりやっていこうか。まずはここから出たすぐに、ママの声、があってな。今なら何か聞こえるかもしれないから、行って聞いてこい。やっぱり、ここってお母さんのお腹の中みたいだね。受精卵となって遊ぶゲームって新鮮すぎるね。まずは脳を探すのを優先すると。五体満足じゃないとお母さんに迷惑をかける。ちょっとずつ謎が分かってきたけど、知れば知るほど受け止めるものも重くなりそうやで。しかし、真実を知りたいだろう？そうね、この子のためにも真実を知るのよ。あ、口が動いてる気持ち悪い。達者なお口さんと仲良くなるチャンス来た。まずは名前から聞き出そうか。そんなフレンドリーな存在には思えないけど、なーに？ふむ、穴埋め問題ってやつだな。何を言ってるかなんとなくで当てはめるやで。そうは言っても、普通に難しいぞこれ。あんたが〇〇なせいで、あの人に嫌われる？アホ、お腹から立ち去ってよ。多分ちょっと違う。女になんて、生まれてくるんじゃなかった。全然わからないけど、ママは女の子が嫌いなのかな。いやー、間違ってはないけどちょっと違うような。女性である、自分が嫌っていう解釈の方が正しいかもだね。多分8割以上何言ってるか分かってないやで。足りてないのを見つければ、理解できるようになるのかな。とりあえずお兄ちゃんに報告ね。頼れる兄はアベルさんとそっくりだーね。黙ろうか？どうだ、ちゃんと聞いてきたか？ちゃんと聞いてきたよ。ママは女の子が嫌いだって、言ってたから男の僕が助けに行くの。そうか、今のその思い、崩すなよ。他にはどうしたらいいの？ここにいるだけじゃダメだ。そこら中を歩き回って脳を探してこい。わかった。本当にわかってるか？怪しいな。まあいいや、頑張ってこいよ。もし何をすればいいのか、わからなくなったら遠慮なく聞きに来いよ。お兄ちゃんありがとう。お兄ちゃん優しくてほのぼのするねー。わかんなくなったらここに駆け込もう。ここから脱出するときは兄も一緒にね。脱出ゲームなのかな？まあ、ある意味脱出で間違ってないかもやで。それじゃ、脳を求めていろいろと探索しますか。つまり今は頭が空っぽな状態ってことなのか？そういやさっき監視が来てて、君たちを探し回ってたから気をつけるんだよ。監視は君たち受精卵を狙ってるからね。より良いものだけを残そうと、排除していってるってこと？いやでも、それなら腕を取った理由がわかんないな。さっきはサクッと排除されちゃったからね。ぬお、また別の魂たち？てはは、来たぞ来たぞ。敵そこないだ。敵そこないの片割れだ。本当だ。あはははは、醜い。頭もすっからかん。僕知ってる、君たち種さんだよね。
違うね。ただの種じゃないぜ。俺らは選ばれし種だぜ。卵に合う権利を持った優秀な種。へえ、難しい言葉使うんだね。君たちは種さんだね。よろしくね。マジでこいつバカだな。あははは。あははは。こいつらが自分を特別だと思い込んでる。何なのこいつ。荒ぶり方が尋常じゃないけど、そして主人公の煽り耐性が高すぎる。バカにされてることに気づいてないから、無敵やで。鬱陶しいなこいつマジで。はぁ、こんなやつほっといて話聞くか。種の性格も様々なんだな。難しいな。一人目の子を、孕んだ時は、感情が爆上げした。前半は正解で後半は不正解だね。いやそもそも、これって自力で解読するものなのか？あてね、もしもこれがテストだったらと考えてほしい。君は問題を解かずに次に行くのかい？いやだってこれテストじゃないじゃん。うっさ。正論パンチはやめてあげるやで。いややっぱり、現段階ではちょっと難しいわね。主人公もおそらくというか絶対に。何言ってるのかわかんないや。うん、案の定わかってなかったね。やはり脳が必要ということなのか。まあ、今回はそんな感じのところでね。のし。まだわかんないことが多すぎるな。今日も元気な魂くん、こっちも元気がもらえるね。嫌がらせをしたい年頃なんやで。あははは、足りない、足りないやつだ。キャハハ、残念な子だ。マジでこいつらなんなんだよ。そこまで主人公をけなしたいのか。最初に会った魂はめちゃいいやつだったのに。そして、ここにも口が。どうせ聞いても解読できないけど。まあ、一応。ふむふむ、そうかなるほど。え、解読できてるの？うふふふ、シンプルにムカつく。アベルは何も理解できてないやで。一人目のように、簡単には。とにかく、旦那にバレないよう必死だった？それが正解だとしたら、何かを内緒で行ってた？わかんないな。安心して、主人公もわかってないから。さあ、脳みそを求めてレッツ探索。そもそも脳みそを探すってどういうこと？主人公の脳みそがどこかに落ちてるの？それだと今脳みそが入ってないことになるやで。魂さん。え、なんで魂が死んでるの？まさか監視ってやつにやられたんじゃ。この種さん、全然動かないみたい。寒い。力ビル。あ、生きてた。そこのあなた。喋った。あなたに渡したいものがあるんです。でもその前に、お湯を、ください。お湯って何？温かい水が欲しいです。温かい水をかければ、助かるのかな？この魂を助けろってこと？困ってる魂がいたら助けてあげなさいって教わったでしょ？いや、それに助けたら何かがもらえるみたいですし。助ける動機はそこだったやで。まあそうね、脳を探すついでにお湯も探しましょうか。てか、この中どういう構造になってるんだ？さすがのアベルさんもお腹の中を探検したことはないからな。ここで暴れたら腹痛になるのかな。意図的に腹痛を起こすとか悪魔すぎるだろ。いやなんだここ。ここの水がお湯なんじゃないか。それではお口に含んで魂さんにダバーしますか。絶対そんなことしないと思うけど、なんか、セーブ地点の目玉おかしくない？欠けてるというか、目の部分がない？てか下でプカプカしてない？触っても大丈夫なやつだよね。なんか沈んでる。なんだろう？ぐにゃぐにゃしてる。拾っておこうかな。え、私が選択する感じなの？いやこんなの拾いたくないけど。この先に関わる大事な選択肢かもしれないよ。仕方ないな。そっかそうだよね、腕がないからそう運ぶしかないよね。何の抵抗もなさそうやで。おお、しっかりとイラストも変わってる。しかし本当に得体の知れない物体だな。ちょっとは気持ち悪がれよ。それじゃ、ここの話も聞いておくか。いらない子供なんていらない、みたいな感じか？ああ、シンプルすぎて絞れないな。なるほど。そういうことですか。何言ってるかさっぱりわかんないね。同じく。稼がなきゃ、買うのよたくさんの美味しいもの。急に話変わるじゃん。こんなもの、なくなってしまえばいいのよ。何かに対して相当キレてるみたいやで。なんとなくしかわかんないけど、どの話を聞いても怒ってるんだよね。ほほはら、へへるほはっははひ。なんだって？もっもっもしかして今の言葉は、とてつもない呪文を唱えたんじゃ。いや、まあ、確かに呪文っぽい。とりあえず、お兄ちゃんに話しかけよう。ほへ、ほってひはん、はへほ、はんは、へひふ。ああ、とりあえずそれ、下に置け。むふ。でね、このぐにゃぐにゃみたいなやつで、水を汲むものが欲しいの。あ、なんで？あっちに種さんがいたんだけど、あったかいお水が欲しいって言ってたの。これじゃ作れないかな？ああ、その前に水を入れる器みたいなのがないと、これを器に縛れば、首にかけてお前でも持っていけると思うぜ。そっか、器みたいなの、どこにあるかな。お前が寝てた部屋になら、何かあるかもな。ちょっと目玉野郎に聞いてきな。わかった、目玉さんに聞いてくる。
なるほど、あの目玉の場所に戻ればいいのね。お兄ちゃんも目玉の存在は把握してたのか。いや、あいつが黒幕説、ない?いや、さすがにないでしょ。それはちょっと勘ぐりすぎやで。ないかぁ。まあ、確かにあいつの存在は気になるけどね。いやぁ、何事だ?何の音だろ。無理無理無理、本当にやめて。この大きな音、前回言ってた。鼓動の音、トクントクントクン。暗くなった、見えづらいなぁ。なんで君はそんなにも冷静でいられるの?待って待って、え、なに?この先に進むの?あてね、時には勇気を出すことも必要な。なに?今一瞬誰か通ったよね。とりあえずお兄ちゃんのところに。それよりも目玉さんのところに行かなきゃ。ほら、戻るなんて選択肢はないんだ。前を向いて、進もうじゃないか。ふざけやがって、進めばいいんだろ、進めばさ。何か、そこにいるの?こいつが監視だ。無理だろ、どう考えてもこんな化け物から逃げられるわけない。うわぁ。あ、これは。肩?今の音って、ねえ、アベル?どうかなされましたか?がっつりホラーじゃねえか、しっかりと怖いホラーじゃねえか。騙したな。騙したも何も、しっかりとホラーゲーですし、監視との鬼ごっこが始まったってわけだ。鬼ごっこ系のホラーが一番苦手なんだよ。ああ、出たくない。アテネがアベルみたいなこと言ってるやで。あん、誰が引きこもり実況者だ?会話が終わったらすぐに左に逃げる。急いで左に逃げる。ちょっと待っておい。急に加速するじゃん。左に行ったらまたサイド右に戻ってくるんだよ。わかった、戻ったらまた右に戻って。で、目玉さんがいる場所に駆け込むんだ。お願い助けて目玉野郎。暗くて、見えない。えへへへへ。仕方ない、右の方に逃げるんだ。そうね、まだ右の部屋が残って。いけない。いけないの?詰んだやで。いや、でも、なぜか攻撃が当たってないよ。もしかしてここが安全な場所だった?どうしよう。頑張ってお兄ちゃんの部屋に行くしかないね。いやいや、この状況からどうやって行くっていうのよ。こんな化け物から逃げられるわけがなかったのよ。いや、あれ?これって、まさか?だから私にはホラーゲームはできないって散々言ってきて。逃げ切ったよ、アテネ、すごいよ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。ねえ、なんか大きいのがいたよ。何あれ?それが監視ってやつだ。あれが監視。なんだろう、すごい、眠い。やばい、俺、も。え、なんでなんで大丈夫なの?監視が来た後は突然の睡魔に襲われる。ふんむ。あ、無事だった。おい、起きろ、朝だぞ。おはよ。あ、おはよう。監視はもういなくなったみたいだぞ。ここに監視は入ってこないみたいだな。まあ、ただ単に、俺らが狙いじゃないだけかもしれんがな。じゃあ監視が来た時は、ここに来ればいいんだ。確実ではないけどな。監視はいつどこで現れるか、俺にもさっぱりわからん。わかった、僕もここで引きこもれば、いいんじゃないかな。ああ、引きこもってるとママに会えねえぞ。それに、今のお前じゃママに会うことすら難しいぞ。そっか、じゃあ行ってくる。ああ、いい子だ。いいお兄ちゃんだね。これが兄弟の絆ってやつなんだな。監視と遭遇した時はここに逃げるやで。ねえ、監視ってランダムエンカウントなの?適当に探索してたらまたどこかで遭遇するの?いやいや、当てね、さっきのことを思い出してよ。素晴らしい逃走劇だったよ。え、ほんと?ほら、逃走本能がうずいてきたんじゃない?いや、そんなことないけど。そっか。それじゃ、目玉さんに水を汲むものをもらおうか。目玉さん、聞きたいことがあるんだけどね。水を汲むもの欲しいな。ないかな?どうして?人助けをしたいの。人なのかはわからないけど。器、人助けのためですか。わかりました。ゴミ箱ですけど、これでいいですか?うん、お水が入るなら大丈夫だよ。まあ、別に問題はないけど、頭にゴミ箱かぶった状態ってなんかな。いやいや、このゴミ箱ハットのおしゃれさがわからんのですか?ゴミ箱は帽子にもなる貴重な存在なのだよ。いやー、わかんないなー。人それぞれの価値観ってやつやで。よし、お兄ちゃんに報告したらいいのかな?安心できる部屋だぜ。お兄ちゃん、持ってきたよ。これでいいのかな?よし、来た。これなら十分だろ。さあ、手作るぞ。はいよ、できた。すごい、これでお水運べるね。ありがとう。へへ、まあ縛っただけなんだけどな。じゃあ行ってこい。お兄ちゃんとの会話ほっこりするね。このほのぼのとした日常が、いつまでも続くと思っていた。不穏なナレーションやめてくれる?いや、本当にこの赤いの何なの?お腹の中ってことは体の一部なんじゃないか?使えるものは何でも使っていく精神。さあ、死にかけの魂さんを助けるのです。干からびてないかな?多分ここで水を汲むのよね。ここのお水はあったかい。入れ物の中に入れて、あの種さんに持っていこう。さすがにこの赤いのは、
血だよね。いや、赤いだけのお水だよ。いいのよ、わかってるのよ、これが血ってことぐらい。ほら、これで復活して。どう見ても力尽きてるよな。よし、お水をかけよう。ああ。そんな一瞬で復活するの？飲むだけで力が溢れてくる、そんな水です。お水の力すごすぎるやで。わ、助かった。感謝しますよ、受精卵。どうしてここで凍え、干からびていたかって。何も言ってないよ。実はですね、すぐそこの部屋に、私の大切なお友達がいるのです。彼女は監視から逃れるためそこへ逃げ込み、監視が入らないよう、私がそこに幕を張ったのです。へえ、これ君がやったんだ。ちょっと業者感のあるセリフだ。そう、そして彼女は私の良き話し相手、わずかな私の寿命のために、たくさんの笑顔をくれたのです。ああ、でも彼女はもうボロボロで、溶けてしまう運命なのです。きっと今頃は。そんな、嘘でしょ。一歩遅かったのか。溶けちゃってる。直球ストレートど真ん中。はい、それでもせめて最後は、彼女のそばで迎えたいのです。それに、彼女と約束したのです。あなたに、彼女の脳を与えるのだと。え、そういう感じなの？その人から脳をもらうんだ。てっきり落ちてる脳を拾って入れ替えるのかと思ってたよ。脳が落ちてたら怖いやで。そういえば、お兄ちゃんが脳みそが、どうのこうのって言ってたような。はい、彼女が溶けきってしまう前に、あなたに移植しないといけません。へえ、わかった。ぶつかればあそこ開くかな？へえ、へえ。開いた。いや、力技すぎんだろ。やはりゴリ押し系主人公だったか。ああ、ありがとうございます。わがままばかりで申し訳ないですが、私を部屋の中に運んでください。正直喋るのがやっとで。うん、わかった。ああ、ベッドの上にいるのは、紛れもなく彼女です。ああ、体が溶けて、頭だけに、いずれは主人公も溶ける運命ということなのか？ここでずっと、一人でいたのでしょう。もう、首だけになってしまったのですね。大丈夫ですよ、私が来ましたから。うわぁ、悲しくなってくる。本当に仲良しだったんだね。でも、笑顔になってたやで。約束通り、あなたに彼女の脳を渡しましょう。こんな時のためにと、彼女から移植の方法を教わっています。彼女はあなたの姉なので、移植はそう難しくないでしょう。僕の、お姉ちゃん。あ、お姉ちゃん、お姉ちゃんが、綺麗な人だ。あ、お姉ちゃんと種さんが、でも、最後は二人、一緒でよかったよ。お姉ちゃん、幸せそうな顔してたやで。そうね。うん、そうだね。まあ、今回はそんな感じのところでね。のし。お姉ちゃん、ありがとね。そこにはもうお姉ちゃんはいない、もういないんだ。脳となって主人公の中で生き続けるんやで。お姉ちゃんからもらった脳、これで何を言ってるかわかるようになるのかな。ふむ。三番目の子は本当に苦労した。ひどい腹痛。止まらない吐き気。早く早く下ろしたくてたまらなかった。一番目と二番目のようにはうまくいかない。だから初めて病院へ行った。全部しっかりと聞き取れた。待ってよ、三人の子供を中絶したってこと？だからお姉ちゃんは溶けちゃったのか？おいおい、果たして主人公の運命はどうなる？急に次回予告挟むなやで。とりあえず、前に聞き取れなかった言葉も聞いてみようか。主人公的には聞きたくないだろうけど。まあ、ショックは受けるだろうね。あ、下にも部屋がある。さすがにここには目玉さんはいないか。一部だけ赤くなってる。もしかしてここに何か隠されてはないみたいね。アベルンセンサーが反応してたんだけどな。ちょっと不調かもしれないやで。それじゃ、ここで言ってることも。いらないいらない、地球なんていらない、取りたい取りたい、だけど取るためのお金は持っていない。稼がなきゃ、たくさんたくさんお金を稼いで、こんなものなくなってしまえばいいんだ。この人は一体何が目的なんだろう。母親についても今後の展開で明かされていくのか。いや、別に知りたくないけど、どんな性格なのかは大体もうわかってるからな。そして、主人公が何も言わない。主人公の感情が読み取れないやで。それじゃ、次はここ。彼の兄と仲が良かった。彼について聞けば何でも答えてくれた。いい人だった。優しい理由を知るまでは、本当に、いい人だった。何よ、さらに関係を複雑にしないでよ。旦那さんのお兄さんまで関わってきやがったぜ。母親は騙されていた？だとしても、下ろすって判断をしたのは自分だからね。意外と聞けるところあるんだよな。彼は素敵な人だった。私にはないものをたくさん持っていた。しかし、ハッパはそんな人の子供でも産みたくなかった。いや、パッパが望んでいなかったのか。そうね、彼がどう関わってくるかまだわかんないからね。よし、それじゃお兄ちゃんに報告ね。
さて、そろそろ姉貴の脳をもらったか？え、知ってたの？じゃあ、今まで分かってて言ってたの？まあな、俺が奥の部屋で起きた時に、一番に会ったのが姉貴だし、なぜかお前の脳がないことも知ってたんだ。そうだったんだ。俺が会った時はまだ喋れたけど、お前は、どうだった？姉貴と話できたか？うん、ちょっとだけ。そうか、まあ話したところで恋愛の話ばっかだったぜ。なんだって好きな種がいたんだとよ。あ、あの種さんのことだ。そっか、お姉ちゃんと種さんは両思いだったんだ。キューン。俺にはさっぱりだったがな。お姉ちゃんも種さんのこと好きだったんだ。ああ、よくわからんがお前いろいろ冒険してきたんだな。まあ何にせよ、脳を得たんだ。どうだ、気分は。他人の脳が入るってどんな気持ちなんだろ。その人の記憶とかが見れたりするのかね。今は微妙だな。そうかそうか、まあ最初は仕方ないな。じゃあその微妙な頭で、もう一度探索してみたらどうだ。今までわからなかった言葉も、今ならわかるだろう。そうだね、もう一回探索してくるね。ああ、やっぱりお兄ちゃんだけが頼りだよ。てか、すでに言葉聞いてきちゃったな。でもここ出たところの話は聞けてなかったね。それと、頼りになるのはお兄ちゃんだけじゃないだろ。お、優秀な展開やで。あ、そっか、お姉ちゃんが生きてたらきっと頼りになる存在だったね。いや、違う、そういうことじゃなくて。気持ちを伝えるのって難しいやで。あ、ここの話も聞けるようになってる。早く、早く、いなくなってよ。あんたがいるせいであの人に嫌われる。早くお腹から出て行ってよ。女になんて生まれるんじゃなかった。ああ、ここで主人公は、どうしてマッマが女の子を嫌っているかを知ったんだね。知りたくない現実。脳を得たってことは、そういうことなんだよね。辛い現実を知ることになるんやで。この種さんのセリフ変わってるかな。おやおや、その様子だと脳を見つけたのか。随分大人っぽくなったじゃないか。わかるの？見た目は変わってないと思うけど。そりゃわかるさ。こう見えて半分君と同じ気だからね。なんとなくでもわかるのさ。脳があってもそれはわかんないや。そんな時は、そういうもの、って割り切ればいい。今はよくわからなくても、そのうちわかるさ。そういうものなの？そういうものだ。やはりこの種さんはいい種だな。ねえ、今の会話でさ、半分だけ同じ血って言ってたよね。言ってたような気がする。母親も父親も同じなら、半分っておかしくない？つまり、パッパが別ってこと？何やつ？また兄弟が現れたの？そこの暇してそうな6番目。なんだ、ふぬけた BGM が流れ出したぞ。よく見ると髪型が違う？上じゃなくて下にドーナツができてるやで。ちょっとこっちに来やがれ。何々3番目の脳みそをもらったんだってな。3番目、お姉ちゃんのこと？そのくせびっくりするくらいしけた顔してんだな。え、誰？6番目？ 3 番目？あっは、そんなの誰だっていいじゃんよ。なあそんなことよりお前、かくれんぼ知ってっか？俺さっきから暇でしょうがねえんだわ。相手してくれよ。僕、ママの声を聞きに来たんだけど、君は誰なの？僕より小さい。あっは、見た目だけで判断しちゃいけねえぜ。そんなことよりほら、かくれんぼしようぜ。俺を見つけたら俺の正体教えてやるよ。あ、まさかかくれんぼ知らないとか？知ってるよ。君は誰なのか知らないけど、そう言われるとなんかちょっとイラッとする。いいよ、かくれんぼやろう。あっは、いいねえその向きになった顔、好きだぜ。キューン、は？じゃあ始めるぞ、お前鬼な。10秒数えたら探すんだぞ。はい始め。いやいやなんだよこの怒涛の展開。なんで急にかくれんぼが始まった？隠れることなら大得意。このかくれんぼマスターから隠れきれると思っているのか？一人でやるから絶対に見つからないんだよね。それ、楽しいのか？一番目の子をはらんだ時は実感がなかった。まさかこんなに簡単にはらむなんて考えなかったから、もしかして嘘なのでは、なんて現実逃避をしていた。あ、さっきと言ってるセリフが変わってる。嘘なのではってどういうことだよ。現実から目を背けるな。お前が選んだ選択だ。それが自分の意思とは反していても、阿部を、急にどうした？二番目の子をはらんだ時はかなり焦った。一番目のように簡単にはいかないかもしれない。とにかく周りにバレないよう必死だった。なんでこの母親は下ろすことを前提としてるの？ふざけてんの？これを聞いてる主人公の気持ちを考えるやで。主人公、無理しないでくれ。それであいつはどこに隠れて、あ、頭見えてる、見つけた。あっは、マジか、バレた。見つけたから約束通り。本当に主人公より小さいな。髪型も相まって可愛いですな。じゃあ、次。次？誰も一回だけだなんて言ってないぜ。あっは、いいねその困ってる顔、面白いぜ。頭悪そう？あっは、次も俺が隠れるから、ちゃんと探してくれよな。はい、始め。完全に遊び相手にされてるわね。もしかしてずっと鬼をやらせるつもりなのか？いや、そこ、
かくれんぼは隠れる側の方が圧倒的に面白いというのに。でも見つかることないやで。そうね、見つからなくても面白いの？面白くないよ。今度はどこに隠れたんだ？そこの壁、妙だな。いやでもさすがにこんなわかりやすいわけないよな。こんな見るからに怪しい隠れか。このこんもりしたものは。いや隠れるの下手か。まだまだ甘いのだよ。おう、まさかの物理攻撃。さすがに蹴るのはかわいそうじゃないか。そうね、何もそこまでする必要。いや蹴るか。うん、知ってた。よくも散々もて遊んでくれたな。おごふ？嘘だろ、普通そこまで本気で蹴るか。いやなんとなく反応を見たかったから。だと調子に乗りやがって、下り顔すんな。どちらかというと調子に乗ってるのは、君だと思うんだよな。あっは、だんだん面白くなってきただろ、顔が笑ってるぜ。そう言われるとそうかもしれない。いや、そんなことより、君の正体。知りたいか？まあ知りたいよな、まだ教えなーい。こいつマジで、堂々当てね落ち着いて。あっは、今度はめっちゃ怒った顔してら。うぐ、怒っちゃダメ、怒っちゃ。次もお前が勝ったら教えてやるぜ。また探すの？いやー、次は俺が探す番だ。お前は隠れる側だ。はぁ、しょうがないなぁ。あっは、ほらほら早く隠れないと。1、2、3。はぁ、蹴り選んで正解だったな。でもさ、あの種に煽られまくっても顔色一つ変えなかった主人公がさ、こんなにもいろんな表情を見せてるんだよ。確かに、言葉の意味を理解してるってことだよね。あの時は煽られてることに気づいてなかったやで。てか、隠れろって言ってもどこに隠れたら。あれ、今のは？さっきまで、あっちにいたような。何なんで急に不穏な雰囲気出してくるのよ。わけわかんないってば。上の部屋に入ってる間に通って行ったのかな。それしかないね。そうよね、あいつのことだからちゃんと数えないで探しに行ったのよ。アテネは、必死に自分に言い聞かせたのであった。とりあえず一旦念のために、想念のためにセーブしておいて。なんで？まっまのセリフを聞いてたのか。主人公を探してるようにも見えないし。なんだかちょっと様子がおかしいやで。確かに、あいつがあんなおしとやかに歩くとも考えにくいし。追う感じ？そりゃあ、追いかけるしかないでしょうよ。一体どこに向かってるんだ。なんだろう、わかってて導いてるようにも感じる。目玉さんのところに？もしやあいつは目玉さんと裏で繋がっていた。そう、計画は着実に進んで。何の計画だよ。本当に目玉がいた場所に行ってるやで。あれ？あらびっくり、見られちゃったわ。やっぱりあのバカとは別人だよね。それじゃあ一体この子は何者なんだ？あなた、今あのアホと遊んでいるんじゃなかったの？似たような人がもう一人。はぁ、あんなアホと一緒にしないで。体が足りないと私たちの区別もつかないのかしら？ごめんなさい、確実にあの子とは違うね。ほんとキモい。まあいいわ、あなた妹から脳をもらったみたいね。あなたにはもったいないくらいだけど。それでどうなの？ママの言葉を理解した上でも。あなたはママに会いたいのですか？急に目玉さんにバトンタッチした。なかなか喋ってくれないからね目玉さん。もちろん会いに行きたいよ。そう？ちょっと待って、あのお姉ちゃんが君の妹ってことは。おーい、どこにいるんだ？もう急に叫ぶんじゃないわよバカ。よかった、相変わらず元気いっぱいで。しっかりと探してたやで。アホが増えたわ。どうしよう、かくれんぼの途中だった。いやいや、ここで選択肢来るの？目玉さんの後ろかベッドの下か。ほら当てね、急がないとこの部屋に探しに来るよ。待ってよ待ってよ、急にそんなこと言われても。それじゃあ目玉さんの後ろ。何してんだこいつって絶対思われてるよ。どう考えたって隠れられるわけないやで。だって突然選択を迫ってくるから。言っておくけどその状態、めっちゃキモいわよ。待って待って、あの本当に待って。この子めちゃ可愛い。目が赤色だね。言われなくても自分でもわかってる。きっとそう思ってます。そうね。あっははは、お前どこに隠れようとしてんのさ。面白すぎだろ。あっははは、あはは。そこまで笑わなくても。だって、あはは。あっは、ごめん、面白くてさ。笑いすぎだよ。っていうより、ちゃんと遊んだんだから正体教えて。ちょっとアホ、まだ何も言ってないの？説明しときなさいって言ったじゃない？キモいのもいい加減にして。なかなかに辛辣ですな。そんな人にキモい言うのよくないよ。アテネさん、何？いや、何も。ごめん、後でもいいと思ってよ。キモ。あっは、まあ約束は約束だからな、教えたる。あっは、実は俺らはお前らの、兄ちゃんなんだぜ。
兄ちゃん、まだ二人も兄弟がいたのね。左の子ちゃんはいい？私たちは監視に体を取られて、魂だけになった存在なの。今ここで見えているのは、体の失った、意志のある魂でしかないのよ。魂だけの存在。いやでも、さっき思いっきり蹴り入れてなかった？魂にすら攻撃ができちゃう主人公って。割と最強の存在なんじゃないか？お兄ちゃんとお姉ちゃん、二人は僕たちと同じ双子なの？そんなに似てるかしら。こんなアホと一緒の血なんて嫌すぎるわよ。あっははは、似てるけど違うんだぜ。血は似てるけど完全一致じゃないんだ。俺からしたらこいつは妹だしな。こいつがお兄ちゃんなんて、私は死んでも認めないけど。お姉ちゃんはとっくに死んでるのでは？いいじゃねえか、俺のおかげで楽しいだろ。早く死なないかな、このアホ。お兄ちゃんもとっくに死んでるのでは？冷静なツッコミやめろ。いやー、しかしにぎやかになったね。ちょっとこれは私の推測なんだけど、この二人、血は似てるって言ってたよね？うん、でも双子ってわけではないっぽいね。だから、一人は旦那との子供、もう一人は旦那のお兄さんとの子供って可能性は。え？マジ？それが本当だとしたら闇が深すぎるやで。いや、推測でしかないけどさ。考えれば考えるほど闇が深くなっていくな。まあ、今回はそんな感じのところでね。のし。まあ一応、この兄弟は味方ってことでいいのよね。左の子、かわいいよ、はぁはぁ。ここにヤバい奴がいるやで。あっは、お前のいろんな顔見せてもらったぜ。全部面白くて全部いいが、一番は笑った顔だな。な、何言ってるのよ急に。こいつは天然の女たらしと見た。お前は笑った顔が一番いいぜ。そう言われると。あ、またイラつくか？恥ずかしい。あっは、恥ずかしい顔もいいな、あはは。調子狂うなぁ。プエプエですなぁ。本当に思ったことを口に出してるんやで。それじゃあ、二番目とも話そうか。何かよ、邪魔なんだけど。お姉ちゃんはなんでそんなに冷たいの？はぁ、みんながみんな身内に優しいと思ってんの？人からもらった脳みそちゃんと活用しなさいよ。これじゃあ宝の持ち腐れね。邪魔だから五番目のとこにでも行ってきなさい。五番目？そういえばそれって何？あなたの双子の兄でしょ。アホは1番目、私は2番目、妹は3番目。なるほど、お母さんが言ってた何番目ってこのことね。2番目ちゃんっていうのかでへへ。あなたたちは5番目と6番目よ。そうだったんだ、知らなかった。早くどっかに行った行った。そこまで嫌がられるの、心外だな。相変わらずこの子は辛辣ね。多分、順番は子供ができた順番だよね。ってなると、主人公はラストの6番目。なるほどね。何かに気づいた？つまり一番年下ってことじゃないか？そうだね。人一倍気づくのが遅いだけなんやで。まあ、とりあえずお兄ちゃんのとこに行こっか。そういえば、起きたら腕がなくなってたんだよね。本当に監視に取られたのかな？それって、他に腕を奪った真犯人がいる？いやでも誰がそんなこと。監視以外に敵がいるってことになるからね。よし、報告。ねえお兄ちゃん、僕らのお兄ちゃんとお姉ちゃんに会ったよ。ああ、俺らの、全然知らないな。1番目のお兄ちゃんと2番目のお姉ちゃんなんだって、それで脳をくれたのが3番目のお姉ちゃんで、5番目がお兄ちゃんで6番目が僕なんだって。それだとおかしくないか？ 4 番目が空いてる、聞き間違いじゃないのか？確かに、聞き間違いかな。会ったことないから姉貴以外は知らないな、会わないなりに理由があるのか？ちょっと気になるね、聞いてみる？ああ、ちょっと気になるよな。やっぱりこの二人の会話はほのぼのだな。ほのぼんのしてるねー。ぐへ、また二番目ちゃんに会いに行く口実ができたぜ。はぁ。あれ、特に会話の内容変わってなかった。あら、別にここに用があるわけではないのか。だって二番目はすっごい邪魔そうにしてたやで。まあ、それなら適当に探索してみようか。また、あいつがやってくる。なんだ？あの二人が監視を抑えてくれてる？そんな、二人とも。魂だけの存在、なのになんて頼もしいんだろう。監視さんどうしたんですか？魂に止められる程度の存在だったんだね。まあ、そこでおとなしくしときなよ。ゆっくりのんびりと逃げるとしますかね。余裕が出た途端に調子に乗り始めたやで。右側に進んじゃっていいのかな？あるえ？もしかして監視って、一体だけじゃないの？ふざけんなよ、聞いてないよそんなの。監視さんって複数体いたんですね、すごいですね。はわわわわ。そこに居座られたら奥に行けないんだって。かといって戻れるわけでもないし。強行突破やで。ちょっとおい、なんでなんでなんで。兄弟たちを助けに来てくれー。あぁ？鬼ごっこマジでやめてくれよ。まさかの2体から逃げることになるとは。ささ、頑張りましょうか。うわぁ。どけどけ邪魔なのよー。いいよいいよ、そのまままっすぐー。逃げ切った。はははは、2体がなんだってのよ。ちょっとそんなところで？やむちゃね。眠気には抗えないやで。何？急に一人称視点来た？
ババーンと奥から何かが襲ってきたり、嘘でしょ、頑張って監視から逃げたばっかりなのよ。いやー、あえ？どなたどすえ？あ、おはようございます。悪い人ではなさそう？しかし、この人だけ髪型が全く違う。気分はいかがでしょう？怪我とかありますか？ない。けど、もしかして君は会ったこと、ある、よね？ふふ、気づきましたか？そうです、あの時助けていただいた、種でございます。え、種ってあの3番目のお姉ちゃんと一緒だった？でも種さんはあの時。ああ、またお会いできて嬉しいです。なんともまあ、立派になって。ふふ、確かに驚きますよね。一番驚いているのは私ですよ。というのもですね、私はあなたのお姉様より伝言を預かったので、伝えに戻ったのです。そんな自由に戻ってこれるものなの？てか、そこのベッドの痕跡って種さんたちだと思ってたけど、ふんむ。お姉ちゃんから、でもお姉ちゃんって。はい、体はすでに溶けて消えています。私もこの状況が不思議なのですが、どうやらあなた方は体を失うと、体だけのない魂だけの存在、になるんですね。その証拠に目の色が赤になりました。あ、目の色ってそういうことか。確かに1番と2番も魂だけの存在って、目が赤くなると死んだってことになるんだ。みたいですね。ですが体がないということは、ママに会えないということになるので、あなた方はまだ油断は禁物ですよ。わかった。まだわからないことがあるんだけど、なんで君の姿はお姉ちゃんじゃないのかな？それが、私にもよくわかっていません。最後を迎えた時触れていたことが関係しているのか。体の性別的には半々みたいです。かか体の性別が半々ですと？食いつきやばすぎるだろ。でも半々ってどういうことやで？アベルさんの想像が膨らみますな。まあこんな奴は置いといて。じゃあおね兄ちゃんだ。おね兄？あ、それで伝言って何？あ、すいません。余談でしたね。では本題に入ります。お姉様から預かった伝言。この部屋の奥に弟の足があった、とのことです。これはあなたのお兄さんのことですね。え、本当に？やったー。はい、どうやら4番目の方が隠していたそうで。え、なんで4番目が？おいおい4番目は悪いやつなのか。それを5番目の方が出て行かれた後、目撃したと彼女が言っていました。4番目ってどういう人なの？彼女は彼を、危険、と言っていました。あの方の血はあまりにも濃いと言ってましたが、すみません、彼女はあまり4番目の方について、話すことはなかったので。そっか、まあいいや、それよりも、お兄ちゃんの足持っていくね。ふ、とてもいい笑顔です。お兄様のことが好きなんですね。お兄ちゃんと僕は、双子だからね。なんかいろんな情報が一気に入ってきたな。一番気になるのは4番目の存在、どうしてお兄ちゃんの足を隠したのかだな。普通にやってることやばいやで。まあ、いたずらにしても度が過ぎてるね。私たちがこの姿になってから、彼女の声が時々聞こえるのです。ですが途切れ途切れで、この伝言もやっと聞き取れたくらいです。本当はこの魂の形は彼女のものなのに、少し後悔もしています。まだ3番目の石はかすかに残ってるってこと？完全に体を乗っ取ったみたいな感じか。貴様本当にいい奴なんだろうな。疑心暗鬼になってるやで。多分大丈夫と信じたい。4番目の子は考えただけで吐き気がする。気持ち悪い。あの子だけは、殺して正解だった。マジでこの母親さ。うわぁ？それで、お兄ちゃんの足はここに。やっぱりこの赤いのは何かの伏線だったんだ。お兄ちゃんの足はここにあるのかな？両腕がないと探すのが不便でしょう。私も手伝いますよ。ありがとう。お前本当はいい奴だな。そりゃあ、種さんからしたら6番目は命の恩人だからね。はっはほ、見つかった。すごいですね。口に加える発想はありませんでした。ほう。なんなら私が持っていきますよ。ライローフ、じゃあ、行ってくるへ。ふ、行ってらっしゃい。よし、これでお兄ちゃんの両足ゲットね。てかこの状態。すんぎょいことになってる。いや両足を持てるほどの顎の力って何？見た感じちょっとだけ口で挟んでる程度やで。まあ、そこに関しては別にいいとして、お兄ちゃんに早く渡してあげよう。両の足、生温かい両足はいかがですか？欲しいじゃん、足。足？って、おいおいマジか。足じゃん。むふ。お兄ちゃん、これでお兄ちゃんの足、元に戻せるよね。ああ、まだ溶けきってないみたいだから、くっつくはずだ。でも不思議なもんだ。どこで見つけた？4番目の人が隠してたんだって、おね兄ちゃんが言ってたよ。ああ、おね兄ちゃん、誰だそれ。3番目のお姉ちゃんとくっついちゃった、種さんとお姉ちゃんのことだよ。くっついた？まあよくわからんが別にいいか。正直意味わかんないと思う。俺たちもまだよくわかってねえんだ。隠したのが4番目ってやつなのか？監視にちぎられた後、振り返らなかったからな。その時に持っていったのか？だとしたらいけすかねえな。
うん、なんで隠してたんだろう。4番目の人、探してみよっか。ああ、会えないっていうよりは、もしかしたら俺らを避けてる可能性がある。だとしたら探しても無駄だろうな。あとはお前の腕も探さなきゃな。俺ももう少し安静にしたら一緒に行くよ。え、お兄ちゃんと一緒に行動ができるの？どこかのアホげなバカより何倍も頼もしい。ちょっとあのアテネさん、まさかとは思うけどまさかだろうから運黙っておこう。自己解決したやで。わあ、しっかりと両足が繋がってるね。くっつくにはまだ時間がかかるのかな。主人公の腕も早く見つけたいところだ。いや、場所の目星は大体ついてるけど。うん、お兄ちゃんの足があそこにあったならね。俺らの体って結構便利だよな。監視にちぎられたとしても、溶けきらなければ、大体はくっつくからな。でも大部分取られるとすぐ溶けるよな。監視に持っていかれた体は、どこに行くんだろうな。確かに、どこに行くんだろう。僕の腕、どこかにあるのかな。俺の足が完全にくっついたら、俺もお前の腕探すよ。出てこなかった場合は、大丈夫、なくてもきっとママには会えるよ。そうだな、何か方法があるまで、気長に考えようか。そして一緒にママに会いに行こうな。うん、双子だもん、一緒に行こうね。約束だよ。ああ、約束な。この約束が果たされることは、ありませんでした。不穏なこと言うのやめろ。いやでも、本当にフラグっぽかった。もっといい方向に考えろやで。あ、また話聞けるようになってる。あなたを迎える準備が楽しくて楽しくて。だから早く元気にここへ来てね。え、めっちゃ前向きな発言だ。しかーし、ここで重要となるポイント、何番目の子に対して言っているのか。まあでも、消去法的に5か6じゃない？それ以外の子はもう亡くなってるから。ふむ、確かにそっか。腕がある場所って絶対この下だ。あれー、1と2、目玉さん、どこ？目玉さんまでいなくなってるってどういうことよ。ただでさえ存在が謎だったのに。てか、移動できたことに驚きやで。確かに、一歩も動かないという固い意志を感じたのに。特に周りには何もなさそうね。いやあった。こんなところに隠しアイテム発見。腕ではないだろうし、何かの手がかりかな。まあ、とりあえず拾っておこうか。一体何を拾ったんだろ？え、おん？ねえ。両腕探し、再開しましょうか。ノーコメントでお願いします。ノーコメントでー。てか、絶対右の箱だよね。血の痕跡からしてここだろうね。やっぱりここが怪しいかな。でも今の状態じゃ探せないから、1番目のお兄ちゃん、それとも2番目のお姉ちゃん、あと3番目のお姉兄ちゃん、誰かに手伝ってもらえば。またここで選択肢か。個人的には2番目のお姉ちゃんがいいと思うな。大体予想はつくけどなんで？アベルさんが、会いたいからさ。やっぱり聞かなくてよかったな。でも1番と2番が手伝ってくれるとは思えないやで。確かに、あの2人はちょっとね。やっぱりここはお姉兄ちゃんが無難なのかな。なんでどうして2番目ちゃんと会いたかった会いたかったのに。まあ、今回はそんな感じのところでね。のし。よし、決めた。やっぱりここはお姉兄ちゃんにお願いしよう。2番目ちゃん？性格を考慮するとこうなっちゃうのは仕方ないやで。おや、そこで何をしているんですか？お姉兄ちゃん、あのね、今、僕の腕を探してるんだ。でも腕がなくて探せないから、手伝ってくれないかな？その、手伝ってもらってばっかで、ごめんなさい。ふふ、大丈夫ですよ。そもそも私は、あなたに助けてもらった身なので、むしろこちらから手伝わせていただきたいです。ありがとう。じゃあこの箱の中なんだけど。わかりました。お任せください。ついに主人公に両腕が、これで晴れて自由の身ってわけだ。なんだー？これは、もしかして。もしかしなくてもこれは。え、両腕が入ってたんじゃないの？なんだかちょっと不穏な感じやで。え、なんだこれは？弟さんの腕、ですね。溶け始めているようです。ああ、誰かがズタボロにしちゃったのかと思った。なんだよ溶け始めただけかよ。いや溶けてるの？なんというかその。仕方ないよ。でもどうしてこんなところに、入れられていたんだろう。変なの。4番目の方の仕業でしょうか。お兄さんの足も隠していたようですし。確信できる証拠ないですけど。とりあえず、お姉兄ちゃん手伝ってくれてありがとう。はい、じゃあ私も何か方法を、探してみますね。やっぱりこの箱の中に隠されてたけど、手遅れだった。もうちょっと早くに探してたら無事だったのかな。しかし誰がこんなこと。怪しいのは4番目じゃないか。そうね、誰かよくわかってないけど4番目が1番。あれ目玉さん、こっちに移動してきてたの？てか動けたのか。あれ、目玉さんがここにいるの珍しいね。あとお姉兄ちゃんも、どうしたの？あ、どうも弟さん、実は私気になることがありまして、目玉さんに聞いているんですが、すぐ黙るんですよ。
この通り、黙秘するんです。否定するわけじゃないのですが、肯定するわけでもなく、困りました。何を聞きたいの？4番目の方のことについてです。4番目、確かにそれは聞いておきたい。私が思うに、4番目の方は、目玉さんのことだと思います。いやいやいや、何を言ってるの？目玉さんが4番目？形状的にも似ても似つかない気がするが。でも正体は不明のままやで。目玉さんが4番目？でもおかしくない？この姿じゃ。弟さん、姿がおかしいのは、私も一緒ですよ。あ、言われてみればそう、だね。でも目玉さんは、僕らと同じ姿じゃないよ。私たちとは違う姿のものとくっついた、と考えたらわかりますか？僕らと違う姿で、他にくっつく。もしかして、監視とくっついたってこと？急展開すぎてついていけないって。そんなまさか。目玉さん、私にはともかく、弟さんには必要あると思いますよ。彼女が、3番目が見た4番目のことが、あなたで間違いないのであれば、なぜ彼らの体を隠したのでしょうか？その前に、どうして奪ったのですか？目玉さん、本当に僕らの手足を隠したのは目玉さんなの？だったら、知りたいな。確かに、隠したのは、私たちです。しかし、指示をしたのは、2番目です。嘘だ、2番目ちゃんがそんなこと。2番目、お姉様のことですね。なぜそんな指示を？もともと、5番目と6番目を、同時に殺してほしいと、言われました。理由は、ママに合わせないため。ママに合わせないため？なんで？それだとおかしいことがありますよ。それならなぜ人思いに殺さなかったのか。4番目と融合した今の私は、手足を少しずつちぎることができる程度です。なので、少しずつちぎっていって、同時に殺す予定でした。しかし、隠し場所がバレてしまったようですね。お姉ちゃんが目玉さんに言ったんだね。お姉ちゃんにちゃんと聞いてくるよ。じゃないと今の僕納得できない。僕はお兄ちゃんと、ママに会いに行くって約束したから。弟さん、待ってください。私も行きます。目玉さんの目玉ドアップ？命令されたからやっただけ。目玉さんは私たちの味方なの？正直何考えてるかよくわかんないやで。え、今の姿は？うわー、いきなりやめろよー。こんな時に監視が来るなんて。弟さん、一旦落ち着きましょう。とりあえずどこか部屋に隠れるべきです。そうだね。あー？早くあちらへ逃げましょう。待って、置いていかないでー。お前の相手はここの種どもが引き受ける、サラダバー。あれ、どこに行って、追いかけてこなかったやで。ちょっと待ってよ、何よこの状況。何これ、塞がってる。何が起きているのでしょう。奥の部屋なら空いているかもしれません。奥の方に行ってみましょう。もしかして眠いですか？でしたらここにいるのは危険です。でもお兄ちゃんと。私は監視が現れないように見張っています。弟さんは早く奥の部屋へ避難してください。わかった。ねえ、嫌な予感がする。奇遇だね。俺も嫌な予感がしてた。お兄ちゃん、大丈夫だよね。両足は戻ってたから、何かあったら逃げてるはず。ラスボス前の静けさを感じるやで。ラスボスがいる直前って逆に静かな時が多いよね。進むにつれてどんどんボロボロになっていってる。話の内容変わってるのかな。まんま、僕たちを助けて。5番目の子は双子だった。けれど私の体はもう二人も抱えられない。せめて二人一緒にバイバイ。はぁ、結局この母親は誰一人産まないのか。つまり、5番と6番がママに会うことは、横穴掘ってでも出てやるからな。それはさすがにやめてあげるやで。とりあえず、お兄ちゃんがいる部屋に、すっごいゆっくりでしか行けない。きっと大丈夫、お兄ちゃんなら。だって二人で一緒にママに会うって約束したんだもん。そうね、必ず二人で一緒に。あかーん。嘘でしょ、待ってよ、ねえ。なんでなのー。いつだってお前はにっこりしてるよな。何がそんなに楽しいんだよ。あ。エンディングが流れた？初めてのエンディングがこれか。どうあがいてもバッドエンドでしかねえよ。でも、分岐したところって言ったら段ボールのところだよね。お姉兄ちゃんがダメだったのか。別に他の人でも腕の結果は変わらない気もするけど。いや、蘇生が使えるものが。いるわけないだろ。腕はもう助からないんやで。ああ、二人一緒に。最後にママが言ってたことが現実になっちまった。二人一緒ってそういうことじゃないのに。
まあ、あの選択を変えてみようか。あまり期待はしてないけど。あっは、そんなとこで何してんだ？かくれんぼの続きでもやるつもりか？お兄ちゃん、かくれんぼはしないかな。なんだよ、しないのかよ。宝探ししてるんだ。僕の腕なんだけど。あっは、何それ楽しそうじゃん。5番目の足の次はお前の腕探しか。いいぜ、協力する。で何するんだ？ね、この箱の中が気になって。ほう、まずはこの箱ってわけだ。よーし。主人公、乗せるのがうまいわね。あっさりと協力してくれたね。わ、お兄ちゃん見えないよ。うるせえ、お前は見るな。あ、もしかしてお兄ちゃん気を使って、そんな気を使える男だったの？やばい、私キュンときちゃった。さすがにこれは紳士すぎるやで。見たらかくれんぼ100回の刑な。理不尽だ。ちょっと、中に何があったの？お前が見るのはまだ早いな。ハードなドスケベグッズがあったわ。え、マジで？嘘に決まってんだろ。ドスケベ？一体どんな？まあだ、知らなくていいっつーの。とりあえずお前の腕は入ってなかったぜ。そっか、手伝ってくれてありがとう。お兄ちゃんのところに戻ってみるね。おう、頑張れよ。なんだか、意外だったな。協力もしてくれて気遣ってくれて。いやー、先に3番目を見といてよかったね。確かに、見てなかったら意味わかんなかったからね。それで、お兄ちゃんのとこに戻ればいいのか。はぁ、おみ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 。お兄ちゃんがいなくなってるやで。いやいや、なんでよ、なんで勝手に動いてるのよ。確かに両足は戻ったけどさ。何も言わずにいなくなることないですやん。あれ、お兄ちゃん。どこに行ったんだろう。あ、もしかしたら両腕を探しに行ってくれたのかも。さすがだな、うんうん。でもアテネさん、BGM なくなりましたよ。不穏な雰囲気流れてますよ。あ、気づかないふりしてたのにもう、また暗くなってるし、本当に嫌だ。無事でいてくれよ。またタネさん死んでるー。お前たちは何回死ぬんだよ。でも、あの状態で勝手に動くとは考えにくいけどな。何か考えがあるのかもしれないやで。自らの意思か、それともそれ以外か。あ、いた。あ、お兄ちゃん。なんだか様子がおかしくないか？大丈夫だよね？ん？あ、お前か。足は大丈夫なの？あ、もうしっかりくっついたぜ。ならすついでに少し散歩してたんだ。そっか、じゃあ一緒に腕探そう。あ、そのことなんだが、お前の腕見つけたぜ。え、本当に？どこにあったの？こっちだ、ついてこい。え、なになにどういう状況？監視が見守ってた？これがあなたの願いならば、ごめんなさい。ママ。喋ったー。しかし、この喋り方って、目玉さんみたいだったよね。目玉さんは監視と融合したって言ってたやで。あ、そういうことか。ねえお兄ちゃん、本当にこっちに僕の腕があったの？こんなところ一度も来たことないよ。あ、お前は来たことないな。でも俺は来たことある。だから安心しろ。うん？お兄ちゃん、なんでずっと顔そらしているんだろう。ねえ、この先に腕があるなんて嘘だよね。まあ、腕はあの部屋にね。あれ？この辺りぬかるんでる。どうしよう、このままじゃ倒れそう。お兄ちゃん、動けないよ。お兄ちゃん。ねえ、どこに行ったの？お兄ちゃん。え、何？天気予報見てなかった、傘忘れたー。何か降ってきた。雨？全身が痛い。何これ、溶けてる？ちょっと大丈夫？まさかの酸性雨だったか。ママ。え、誰かの手が？誰かが助けようとしてくれてた？ボロボロになった手で助けようとしてくれてたね。しかし、お兄ちゃんどうして？明らかに様子がおかしかったやで。うん、まるで別人になったみたいな。絶対にいつものお兄ちゃんじゃなかったよ。誰かに操作されてた。目玉さんがお兄ちゃんの脳みそをいじった？確かに目玉さんは何か関係してそうだったけど。あ、エンディング1なんだ。ふむ、1と3を回収したね。でも謎だらけで頭ぐちゃぐちゃなのー。いや本当に、それね、正規ルートは2番目を選ぶことだったのか。2番目チュアン？まあ、今回はそんな感じのところでね。のし。もういろいろとわけわかんない状態だけど、きっと2番目を選べば、正規ルートに。待ちわびてたよ、2番目チュアン。本当に心の底から待ってた人がいるやで。あら、あなたここで何をしているの？お姉ちゃん、あのね、今僕の腕を探してるの。その、できれば手伝ってほしい。腕を、監視に取られたんじゃ探しても無駄でしょ。諦めたら？無駄でも少しくらいは何かあると思って。そんなのあるわけないでしょ。アホじゃないの？そんな、でも、諦めきれないよ。ママに会いに行くなら腕があった方が。は？
はあ、キモ、ママに会いたいなんて、私には理解ができない。お姉ちゃん、もしかしてママが。私は手伝わない。じゃあね。お姉ちゃんはママのこと、嫌いなのかな？まさかの手伝ってくれないパターンだった。いや、腕の状態は知ってるけどさ。相変わらずの毒舌っぷりだったぜ。うん、ちょっと不安だよ。わかる、すでにもう不安になってきた。でも、あそこまで拒絶するのはさすがにひどすぎるやで。確かに、もうちょっと協力してくれても、結局、腕が助かるっていうルートはなかったんだね。今頃段ボールの中で腕はドロッドロ、夏じゃなければあんなことには。季節の問題じゃねえよ。あ、二番目ちゃん。私ね、夢を見ていたの。ママに会って、パパに会って、そして、幸せになるんだって。私、ママに会ったことあるのよ。だけど、生まれた瞬間、私、ハサミで切り刻まれたの。そんな、ママとの記憶がそんな残酷なものだなんて。二番目ちゃん。何が起きたのか、何もわからなかったわ。痛くて叫んでも、ママは手を止めなかった。そして、魂になってここに戻ってきて、ママの声を聞いたの。私、いらない子だったの。邪魔な存在だったの。私、嘘でもママに愛されたかった。でも、愛されなかった。だけど、私が体を失って、初めて妹ができた時、純粋に嬉しかった。そして、この子はちゃんと、ママに愛されますように、って、心の底から思った。その時はまだ、ママのこと、信じてたの。でも実際は、私と同じでいらない子だった。私、この子のお姉ちゃんなのに、何も、できなかった。この子は、ママに会うこともなく、監視に襲われてしまった。優しい子だったのよ。笑顔が可愛くて、利口だったの。ママの声が聞こえた時も、この子は、笑顔を絶やさなかった。こんな子をいらないと言って殺すママが、もう、今は信用できない。あんなママに会わせるくらいなら、あなたたちを、殺してあげようって、そう思ったの。じゃあ、僕らの手足を隠したり、監視が来たり、あれはお姉ちゃんがやったってこと？そっか、腕の命令をしたのは、二番目ちゃんだったね。あの時の目玉さんとの会話が、今ここで繋がった。そりゃあ、協力ができないわけだ。そうね、間違ってないわ。四番目に頼んで、殺そうとしたの。だけど、結局私が殺そうとしたことに、変わりないわ。四番目の人は、僕らを殺せる？監視しか思いつかないよ。正解。あなたたちの手足をちぎったのは、監視とくっついた四番目。3番目と種がくっついたみたいに、2人もくっついたのよ。そして、それが、あなたをずっと見ていた目玉ちゃんよ。なんだってー。うるさい。目玉さんは、4番目だったんだ。でも、僕らと姿が違うんだね。4番目の地形が関係してるのかもしれないけど、私たちと違うのは、仕方がないわ。2人は好きな時に、好きなように、監視と4番目に変身することができるの。それを利用して、あなたたちを殺すよう命じた。表向きはね、表向き？じゃあ裏向きは？いえ、これはあなたが気にすることじゃないわね。なんでもないわ。だけど、結局のところ、あなたたちどちらかは、必ず死ぬわ。え？どちらかは必ず？それじゃあ、二人一緒にママに会うことはできないの？マジかよ、お兄ちゃんとお別れなんて。そんなのって？お兄ちゃんが死ぬ前提で話してるやで。あなたたち双子の場合は、少し難しいのよ。このままの中、そこら中ヒビだらけでしょう？監視がたくさん出入りしていたせいで、私たちのこの空間が限界なの。二人一緒にここから出れば、ママもあなたたちも、全部なくなる。どちらかが生き残り、どちらかが死ぬ。影からあなたたちを見てわかったわ。あなたたちは、二人で一つなのね。だから、二人を同時に殺そうって思ったの。お姉ちゃん。やだ、泣かないでよ。二番目ちゃん。私は、あなたたちのためにだなんて。結局私の独りよがりね。あなたたちの意思なんて考えてなかった。今更謝ったところで許されるとは思ってないけど。ごめんなさい。ママから見向きもされない痛みを知ってたからこそ、そうするしかなかったんだよね。おぐ、ブボ、二番ベジアン。正解なんて誰にもわからないんやで。いいよ。え？お姉ちゃんが僕に冷たい理由がわかったよ。お姉ちゃんも、辛かったんだね。もしも僕がお姉ちゃんの立場だったら、同じことをしてたかもしれない。僕らは大丈夫だよ。自分たちのことは、自分たちで何とかする。なんたって僕には、お姉兄ちゃんの脳もあるからね。お姉に、3番目のこと言ってるのかしら？お姉ちゃん、話してくれてありがとう。お兄ちゃんのところに行って話してくる。ちょっと、何聞いてんのよ。
あいつらは大丈夫っつったろ。やっぱり隠し事は楽しくねえしな。そうね、でもまだ。まあ、一気に吐き出す必要はねえだろ。もう少し、気が落ち着いてからにしておけよ。ほんとそういうとこキモいよ、死ね。は、てか、もうとっくに死んでるっつーの。二番目ちゃん、照れてるね。照れ隠し最高に可愛いです、ありがとうございます。ジュッフ、キモいなぁ。同じようなやりとりするなやで。勢いで飛び出してきたのはいいけど、ここに来たら緊張してきたなぁ。どっちか一人だけなんて、どういえば。この兄弟なら大丈夫だとは思うけど、俺が生き残るんだ、俺の方だ、みたいな喧嘩に発展しないよね。今のあったかいやりとりを見た後に、そんな悲しい喧嘩なんて見たくねえよ。お兄ちゃんを、兄弟の絆を信じるやで。そうね。ねえ、お兄ちゃん、お話があるんだけど。おん、なんだ、そんなしょぼくれた顔して。二番目のお姉ちゃんから聞いたんだけど。ああ、一人しか残れない、と、そやしょぼくれ顔にもなるわな。お前はどうしたい？僕は。どうしてここで選択肢なのよ。なんで重たい責任をプレイヤーに委ねるのよ。一緒に行くか、お兄ちゃんだけ行くか、無理なのはわかってる。わがままだってのもわかってる。でもさ。そうよね。それでも一緒がいいよね。二番目は本音で話してくれたんやで。主人公だって本当の気持ちを伝えるやで。そうよ、一緒に行くべきなのよ。僕はママに会いたい。でもそれは、お兄ちゃんと一緒にっていう意味だからね。そうか、俺も半分同じだ。え、半分ってどういう意味？俺はいざとなったら、お前を優先する。だから、確実な一緒は無理だな。僕が一人で、行くってこと？ああ、そういうことだ。そんな、約束、したのに、何か別の方法があるかもしれない。お兄ちゃんの足だって治ったんでしょ？一緒に方法を、探そうよ。お前はびっくりするほどまっすぐで、びっくりするほどバカなんだな。本当に俺の弟か？弟だからお兄ちゃんと一緒に行きたいの。それに今までお兄ちゃんがいなかったら、僕だってここにいないのかもしれない。僕、お兄ちゃんが一緒じゃないとダメなんだよ。なあ、お前は俺がいなくなっても覚えててくれるか？そんなの答えたくないよ。いなくなるみたいなこと、言わないでよ。ああ、仕方ねえ、わがまま弟だな。わかったよ、一緒に行くぞ。お兄ちゃん。ただし、結局二人が行ける方法がなければ、結論は俺が出すからな。それまで一緒にいるだけだ。じゃあ絶対見つけないとね。ああ、無事に話し合いが終わった。まあ、俺は二人を信じてたけどな。でまさかのまさかの二人行動？ついにお兄ちゃんと一緒に行動できるんだ。てか、やっぱり前回のお兄ちゃんは、別人だったんだよね。だってこんなにも弟思いなお兄ちゃんなんだよ。前回のは事故、洗脳、いや。前回って記憶を消したやで。どう見てもまともではなかったしな。おお、二人になってる。あれ、お兄ちゃんってどこぞのタバコを加えた料理人みたいな髪型だったの？確かに、右目を怪我してるのかな。それに、顔も似てない？二卵性なのかもしれないやで。二卵性、二卵、お腹、空きましたね。バカが。二人になったのはいいんだけど、これから何をしたらいいんだろ。お兄ちゃんと一緒なら、腕探して手伝ってもらえるとか？手遅れだけど。ここお姉ちゃんに、見てもらいたかったんだけど、やっぱり何が入ってるのか気になるなぁ。お兄ちゃん探してくれないかな？スケベな何かが入ってたりして。スケベってどんなやつ？例えば？ああ答えてやろうか。例えばだな。おっぱ。ここ以外の場所探そう。ほんの冗談だぜ。お兄ちゃん、一番目と同じ思考回路してるな。純粋だけが取り柄のアベルさんが、今の一言の続きを必死になって考えたんだけど、言ってもいいですか？言った後どうなるかは、自己責任だよ。やめておきます。よろしい。あ、危なかったやで。とりあえず、一番目たちに話しかけたらいいのかな。あ、一瞬二番目ちゃんかと思ったぜ。あっは、五番目を連れてきたんだな。答えは決まったってか？二人でママに会う方法を探してるの。なんだってまあ、無謀なことするねえ。でもそれが二人の答えなら、俺は協力するぜ。まあ、あいつは怒るかもな。やっぱり怒られるかな。でも、どちらかなんて選べなかったから、こうするしかないと思って。あっは、いいねえ。何もしないで終わるのも嫌だろ。最後まであがきな。頑張る。やっぱり一番目も、すっごい優しいよね。一番目といい二番目といい、こんなにも人のことを思いやれる子たちしかいない。そんな子供たちが、なんで生まれることができないんだよ。生まれることができてたら、きっといい子に育ってただろうね。あ、こっちにみんな集まってたんだ。あ、お二人さん来たんですね。二番目の方から事情を聞きました。大変ですね。どうにかして二人が一緒にママの元へ行ける。そんな方法がないんですかね。方法があればすぐにでも協力しますよ。あれ、もしかしてだけどさ、今ってかなり終盤なんじゃ。ボス戦前に仲間たちと話し合う、そんな雰囲気を感じるね。すでにいくつかエンディングも見てるし、
今さら何言ってるやで。いやー、なんだか実感が。あら、やっと来たわね。結論が出たってことかしら。結論は、その、二人でママに会いに行きたいの。はぁ、舐めてんの？舐めてないよ。これから方法を探そうと思ってて。はぁ、ほんとアホな弟たちね。ごめんなさい。二人が一緒に行ける安全な方法は、私が全部調べ尽くしたわ。それでも、残念だけど、ママの意思に、私たちは逆らうことができない。そういう風にできているの。じゃあ、二人一緒には本当に行けないの？そんなに一緒に行きたいなら、行けばいいわよ。うん、あれ、いいの？アホに何言ってもダメなことはもう学んだわ。ちょっとそこの5番目、ちゃんと聞いてるの？あっと、お兄ちゃんのことだよね。そういえばお兄ちゃん、さっきからずっと無反応だけど、もしかしてお姉ちゃんたちが見えてないの？あ、俺の話してんの？え、お兄ちゃん見えてなかったの？どんな気持ちで突っ立ってたのよ。先生の話をまるでわかっていないのにわかっているかのように聞く。誰かさんみたいなことするなよ。絶対お前のことだろ。お兄ちゃん、今お姉ちゃんの姿見えてる？見えないな、どこにいるんだ？あら、見えていないの？なぜかしら。なんでだろう？僕は見えるのに。まあいいわ、とりあえず危険を伴ってもいいなら、二人で行きなさい。私たちがサポートして、出口まで案内してあげる。5番目にも伝えておいて。うん、お姉ちゃんありがとう。何か、水音が聞こえてこない？あ、来ちゃったよ。来ちゃいましたよ。不穏な展開になっちゃったよ。ははは、そりゃそうだ。このまま幸せハッピーエンドなんて、夢のような展開になるわけないよね。覚悟、決めるやで。この子たちの物語を、頑張って見届けよう。まあ、今回はそんな感じのところでね。のし。ああ、次に進みたくない。この後の展開、笑顔になれるかな？それはさそれはさ、アベルさんの力で笑顔になること、望んでる？下がるやでアベル、Y の力で笑顔になりたいんやで。なんだこの勘違い野郎ども。おい大変だ、雨が降ってきたぞ。雨が？どうして今？わかんねえ、他の場所からも、急に水漏れしてるみたいだ。とりあえず見ればわかる、こっちに来い。お兄ちゃん、外で雨が降ってるんだって、僕らも確認しに行こう。雨って、あの時の体を溶かしてた？これはまっつい展開だ。急に水音が聞こえたから見てみたら、こんなことになってたんだ。雨は何度か見てるが、こんな水没初めてだぜ。お兄様たちでも初めてなんですか？これは異常事態に違いありませんね。思っていたより深刻なことになっているのね。誤算だったわ。何が起きたの？おおストップ、お前らは雨に触れんじゃねえぞ。この雨は体を溶かす有毒な雨だ。うん、身をもって体験済みだよ。こちら、一度溶かされてる身です。簡単に言えば、酸性雨なんやで。え、溶ける？受精卵が現れると降るんだ。私たちは大丈夫だけど、あなたたちは中にいなさい。部屋の中からも漏れてるぞ。あ、この雨触ると痛いな。お兄ちゃんたちが言うにはね、この雨は、僕らを溶かしちゃうみたい。あ、なんだってこんな急に。部屋の中もダメとなると、時間の問題ね。私たちが周りの様子を見てくるわ。でも、さっきも言ったけど、私たちは体がないから、結構自由が利くのよ。あとはアホと3番目。おう？はい。二人がちゃんとママに会うために協力してちょうだい。とりあえず、他の場所がどうなってるのか、それぞれのタイミングで調べてきて。あっは、了解だぜ、任せとけ。了解です。僕たちにも何かできること、ないかな？あなたたちができることは、身を守ることね。つまり部屋から出ないように。ちょっと、キモい返事しないでくれる？は、はい。うわぁ、本当にクライマックスなんだ。何？誰を、監視する？待ってよ、ここでその選択肢を出してくる？三人の中の一人の行動を監視できる。こりゃ重要な選択肢だ。ここの選択がエンディングに関わってくるかもやで。ええ、そんなこと急に言われても。一番行動力のありそうな一番目、それとも真相に関わってる二番目。さあ、誰を選ぶ？どれにしようかなで決めていい？ふざけてます？だって正解がわかんないんだもん。よし、三番目で。ご指名入りました三番目でエース。あ、操作できちゃう感じ？ほんとだ、操作できちゃう感じだ。わあ、プレイヤーが変わるの面白いな。ってことはメニュー画面も。しっかりと3番目になってるやで。何があろうと笑顔を絶やさない。胸も玉もない。あ、いや、今のは書いてあることを読んだだけだからね。何も言ってないよ。ハテナがあるってことは、何かアイテムをゲットするのか。まあ、とりあえず進んでいきましょうか。こっちに行けばいいのかな。じゃあ殺すのを前提でできた。3番目、お金が欲しい。もっと、もっともっと。おーやてね、大丈夫？ああ、本当にこの母親は本当にさ、
しかしまあ、なんで中絶することがお金に繋がるんだ。確かに謎やで。今度は、お金のために自らはらんだ。お金はそれなりにある。あとは病院に行くだけ。ああ、こんなこと3番目に聞いてほしくないよ。こんなの、辛いに決まってる。あの口を喋れないように塗ってやろうか。そうね、そうした方がいいね。じゃあ、上の部屋に。手術が終わった。泣くことのないそれは、にされた。お金のことしか頭になかった。お金お金って。この部屋も、赤い水が浸水しちゃってる。崩壊寸前って感じだな。でも、目的がよく、なーに？今のはいただけませんね。3番目は驚くほどに冷静やで。逆にもっと驚いて。ああ、また当て寝が放心状態に。キモいキモいマジでキモい。あ、そうだ、さっきセーブ地点あったよね。終わろうとしてる？ほら、重要そうなアイテムが落ちてるよ。このアイテムを取ったら戻っていいのよね。なんだろこれ。あ、これは紛れもない、傘ですね。持っていきましょうか。傘？なぜこんなところに？なんてのは無粋よね。気にしないでおこう。おん、傘をゲットしてもハテナが埋まってない？おーん。つまり、まだ別の何かを得られるってことやで。誰？君は後悔してないの？あなたは、4番目の方ですね。後悔とは一体何の話でしょうか？3番目とくっついたことに対してだよ。望んでくっついたわけじゃないんでしょ。確かに、私たちは、望んでこの姿になったわけではありません。しかし私たちは、拒絶しないのも事実です。嫌ではないのです。一緒にいることが普通かのように。最初からこうであったかのように。ですから、後悔どころか、やっと正解にたどり着けたような、そんな気分ですよ。気持ち悪いね。僕はそんなの、一度も思ったことないよ。確かあなたは、監視の、うるさい、喋るな、気持ち悪い。4番目さん。もういい、じゃあね。随分状況が安定しない方ですね。ああ、怖、4番目に殺されるのかと思ったじゃん。4番目がここで登場、ちいっと不穏な感じじゃないか？確かに、前のバッドエンドの原因が4番目だったからな。黒幕は先に倒すべき。確か、監視がいるんでしたね。うるさいやでー。急に心の奥底にまで鳴り響いてくる、この音。癖になっちゃいそうだぜ。あわ、あわわわわわ。早めに皆さんの元へ行かないと。もうダッシュ、全速力で帰るのよ。あひ。目と目が合う瞬間を。あれ、こっちに近づいてない？なぜあの監視は私たちを見て、なんだか嫌な予感がします。わかるそうだよね、嫌な予感しかしないよね。逃げるんだよー。彼とは、知り合いを通じて出会った。ちょっとなんで監視に囲まれて？いや、3番目は魂だけの存在だから大丈夫なんでしょ？しかしこの状況、明らかに3番目が狙われている。彼は、私にはないいろんなものを持っていた。だから、好きになることに時間はかからなかった。3度目の子は、殺すことを前提に作った子だった。は？何言って、殺すことを、前提だと？この言葉を、3番目が聞いてないことを祈るやで。そういうのが好きな客だった。経験があると言ったら、すぐはらまされた。大量にお金を渡されて、勧められた病院へ行った。ああ、それがお金に繋がるのか。だからって、だからってさ、パカラって、パカラッパカラッパカラ。おい、ふざけました、ごめんなさい。手術は、思っていたよりも早く終わった。金を積めばこんなに簡単なんだ。よかった、なんとか逃げ切った。ヒヤヒヤさせやがって。見ることのなかった3番目の子を思いながら帰った。雨はいつもより、冷たく感じた。バイバイ、二度と私のところに来ないでね。ねえ、これはどういう意図で言ってるの？場合によっては本当に許せないよ。子供のことを思って言っているのか。そうであってほしいやで。わかっていたことでも、少し辛いですね。少しでも私たちは、役に立てたのでしょうか。え？何言ってるの？ちょっと待ってよ、ゴールは目の前だよ。3番目が、嘘でしょ。傘だけが、ポツンと置かれて。出口にあったのはこの傘だけよ。どこに行ったのかしら、あの子。きっとどこかで待ってるんだよ。だって、お姉兄ちゃんは、頭がいいもん、どこかで先回りしてるんだ。ええ、そうね、あの子だもの。そのうちひょっこり出てきて、私たちを驚かせに来るんだわ。ほんと、あの子は利口なんだから。そう、きっと、心配なんて。あっは、安心しろよ。すでに体はないんだ。これ以上になくなりようがねえだろ。ええ、
魂がなくなるなんて、ありえないことだもの。大丈夫よ。それより二人を優先しなくちゃよ。二人も用意できたら言ってちょうだいね。間違った?ふえ?選択肢間違えちゃったのかな?だから三番目が、と、とりあえず落ち着こうか。わかんない。監視する対象が消えるって可能性もあるし。メニュー画面を開いた時、ハテナになってたのが気がかりやで。確かに、そこが分岐点になってたのかも。ああ、今すぐにやり直したい。まあ、物語は進んじゃってるわけですし、一旦この状態で進んでいこう。そうだね。ねえお兄ちゃん。あれ、お兄ちゃん。ああ、なんだ、トイレか?そんな話してないけど、どうしたの?眠いの?ああ、うん、そうだな、眠いんだ。悪い、ぼーっとしてた。足をつけてから結構歩いたからな。疲れてんだ。そっか、じゃあ外に行くまで休んでてね。ああ。ちょっとお兄ちゃん、本当に眠いだけなんだよね。この空気、まずいな。まずいって何が?黙るなや。お兄ちゃんだけ魂が見えてないのも気になるやで。ああ、それは脳みそが関係してるとかどうとか。主人公は3番目の脳をもらったから見えてる。ね。なんだ、どうした?まだ眠いか?ちょっと眠いかも。でもそんな場合じゃないね。あっは、面白、目がうつろだぜ。うわ、腕がないから目かけないよ。腕なぁ、目玉野郎の腕使えばよかったか?それはちょっと、顔の皮膚ごと持ってかれそう。確かに。一番目は相変わらずだなぁ。ま、その方が安心するんだけど、こんな状況だからこそ、いつも通りに接してくれてるのかもね。あてね、準備は?うん、大丈夫。この先の未来を、しっかり見届けるのよ。これはお前が始めた物語だろ。それは漫画のセリフやで。でへ。わかったわ、道案内するからついてきて。なに?揺れてるー。あ、揺れてない?お前どこ見ていった?うひゃあ。わ、また揺れたよ。監視が頻繁に出てきたから、空間が壊れかけているのよ。こうなったら時間が惜しいわ。みんな、行くわよ。揺れて歩きづらいわね。ここが限界になってきてるってことは、生まれる寸前の状態ってこと?いや、この地響き、お腹を下しちゃってる可能性もなくは。ねえよ。どんどん状況が悪化していってるやで。あなたたちは転ばないように気をつけなさい。うん、気をつける。よし、傘は俺に任せとけよ。うん、お兄ちゃんよろしくね。またお前かよ。私についてきて。お金は貯まった。だけど私の中は何もかも空っぽだった。ちょなんだこの状況を。左右に監視の姿を確認、すでに囲まれております。あや?あや?なんだ、もしかしてこの空間だったら死なないん?え?あー。アテネさん。違う、だって今のは。言い訳を諦めたやで。別に、怒ってるわけじゃないんだからね。ふん。はぁ。まあ、今回はそんな感じのところでね。のし。全力で逃げるのよー。5人目をはらんだ時には、もうどうでもよかった。どうでも言い訳あるかボケー。ふざけたこと言ってるなやでー。メイスっぽい粘着されてるんだけど何?もう、死にたい。それしか考えることができなかった。お兄ちゃん、何してるの?早く行かなきゃ。お前らはこのまま先に行け。早くしねえとあいつとはぐれるぞ。じゃあお兄ちゃんも一緒に行こうよ。じゃないとお兄ちゃんみたいに。俺は大丈夫だ。監視の足止めをする。その間に逃げるんだ。ちょっと待ってよ、一番まで。足止めキャラは死ぬパターンの方が確率高いよ。しかし、稀に生き残るパターンも。こんなのどう考えても死んじゃうよ。だけど、でも。どっちにしろ俺は一緒に行けないんだ。いいから早くママのとこに行け。やだ、嫌だよ。おい、いつまで止まってるんだ。ママに会いに行くんだろ。早く行くぞ。ああ?最後までかっこよかったよ、一番。だけどあの人は、そんな私を支えてくれた。お姉ちゃん、お兄ちゃんが。ええ、わかってるわ。あのアホが無駄死にならないように、あなたたちは先に進みなさい。ほら急いで。うん?ああ、もうこれ以上は嫌だ。一人ずつ、いなくなっていくよ。順番的に行けば、次は二番目ちゃんが。はん?あまりのショックにアベルの心が砕けたやで。お兄ちゃんもなぜか体調悪いし、こんな不安な状態で進むのかよ。
まあ、今が覚悟を決める時ってやつだね。あの人は全てをくれた。彼とは違った。彼とあの人がキーになってるのか。へ、最終局面的なやつ来たー。ねえ、あんたらはさ、ママに会ったらどうしたいの？君は誰なの？もしかして4番目の。ねえ、その体僕にちょうだい。嫌な予感がするな。待って、この子たちには手を出さないで。2番目ちゃーん。そんな、僕のために、身を挺してまで。こいつ、ちょっとうるさいやで。お姉ちゃん。ねえ、4番目。全部、私が悪いの。責任なら、私が持つわ。だから、この子たちには手を出さないで。随分勝手だね。どう責任取るの？監視と融合したのをいいことに、散々利用したじゃないか。協力したら僕にそいつらの体をくれる。って、姉として約束は守る。って言ったくせに、言う通りにしたら今度は、やめて。だって、もう信じられないね。あんたは約束を破ったんだ。嘘つき。何がお姉ちゃんだよ。何がお兄ちゃんだよ。あんたらもママも、僕にしたように、バラバラにちぎって殺してやる。4番目も、辛かったんだよね。でも、誰もそばに寄り添ってあげられなかった。ずっと後ろを向いてる目玉さんが悲しそうだよ。あの人は、腹の子も一緒に愛してくれると言ってくれた。だから、この5番目の子はちゃんと産んであげるの。目玉さん。ダメ、アベルの涙腺が破壊されちゃうの。なんで、君まで僕を裏切るのさ。僕は、もう、何を信じたらいいの。4番目。あなたにしたこと、すべて許してなんて言わないわ。私があなたをここまで追い詰めてしまったのなら、私はすべての責任を負うわ。だから。お姉ちゃん、お姉ちゃーん。一緒に、寄り添う道を選んだんだね。ズビ、ズビズビズビ、二番目ちゃんがー。誰も、悪くなんてないんやで。そんな、真っ暗で見えない。四番目は、危険で生まれました。私は彼を殺すための、監視でした。目玉さんは、四番目のお兄ちゃんのこと、好きだったからくっついたの？そうですね。でも、彼が私に優しかったのは、こういう理由だったのかもしれませんね。目玉さん。この先を進めば出口があります。ここは私がどうにかします。目玉さんまで、って監視がチラッと顔出してるじゃん。ほんとだ、ひょっこりこっち見てやがる。目玉さんと監視の戦い、気になる。ちょっとだけ、ちょっとだけ見るぐらいなら、いいから早く先に行ってあげるやで。何よ。早く先へ。お医者さんが言うには、私の体はもうボロボロらしい。今の一人が、最後になると言われてしまった。お兄ちゃん、どうしたの？もうすぐ出口だよ。悪い、もうダメみたいだ。へ？何をおっしゃって？何を言ってるの？ほら僕の肩に捕まって。お兄ちゃん、どうしてよ？もうゴールは目の前なのに。ここまで、みんなの協力を経て、頑張ってきたじゃんかよ。ここでお別れなんて、嫌やで。あの足、少し腐りかけてたみたいだ。結構動いたせいで溶けちまった。大丈夫だよ。僕なんてまだ腕がないんだから。ほら、僕に捕まって一緒に。俺さ、お前に嘘ついてたんだ。嘘？俺、心臓がないんだ。はえ？心臓が？ははは、何バカなこと言ってるんだよお兄ちゃん。先に行かせるための嘘なんだよね。そうよ、だって、心臓がないなんて。元からなかったんだ。今はこうして動けても、ママの元へ行ったら、すぐ死んじまう。俺がここまで一緒に来たのは、お前を守るためだ。だから、今ここで俺の腕を持っていけ。なんで？一緒に行こうって、一緒に、僕たち、双子なんだよ。だから絶対一緒に行くんだって、そんなのいらないよ。腕なんてなくてもお兄ちゃんがいれば。無理なんだよ。どんなにお前と一緒に行っても、死ぬだけなんだ。死んだら、何も残らないんだぞ。お兄ちゃん。なあ頼む、俺の代わりとして、俺の腕を持って行って、その腕でママを幸せにしてくれ。母、なんて顔しやがる。俺と似てるかっこいい顔が台無しだぞ。さあ、弟よ、受け取ってくれ。お兄ちゃん、なんでこんなことになっちゃったのよ。弟を、一人にしないでくれよ、お兄ちゃーん。お兄ちゃんの意志を、腕を、受け継いだんやで。お兄ちゃんの腕を加えて、四つが埋まった。
あと一つは？ここが埋まってるかどうかが、エンドに直結してるだろうからね。しかし、そんなことは関係ない。この先がどうなろうが、しっかりと見届けないとね。でもやっぱり一人は寂しいよー。みんなに見送られてる？そんな未来が見たかった。覚悟は決まったやで。うん、行こう。双子と診断されたこの子たちは、どちらも衰弱していた。生まれ出ても長くは生きられない。片方は必ず死ぬ、なんて。それでも、今は一人じゃないから、幸せにしてあげられる。今までごめんなさい。幸せにしてあげられる、か。じゃあ他の子供たちは？って思っちゃうんだよな。他の子供たちだって、みんな平等に幸せになる権利があったのに、思い出すと泣いちまうよ。生まれた後は、もう思い出せないってのが悲しいやで。あの子たちのことを、思い出せなくなるの？確かに主人公は忘れちまうかもしれない。でも、俺たちの、視聴者たちの記憶には残ってる。そうね、私たちが覚えててあげるしかないのよ。だって、あんなにもいい子たちだったもん。うん、みんないい子だった。2番目ちゅあーん。エンディングに、行ってらっしゃい。ここの右のシミ、人の形になってるんだよね。お兄ちゃんが見送ってくれてたんだ。このエンドがハッピーなのかはわからないけど、主人公、笑顔になってるね。これもまた、一つの終わりなんやで。しかしまあ、ねえ。さすがに、ね、やっぱりツルーエンドは見ておきたいよね。もっと、目覚めのいい終わりがあるはずなんだ。ということで皆さん、他のエンディングへの行き方教えてください。いろいろと分岐になってそうな場所はあったからな。まあ、今回はそんな感じのところでね。のし。ママに会いたい、最終回。前回は感動だったり悲劇だったりで、いろいろとあったね。深い、沼の底まで深いゲームだ。いろいろと考えさせられる部分が多いやで。それで、今回はもう一つのエンドを求めて。そう、前回正規ルートへの行き方をコメントで聞いたから、それを頼りにもっかい選択を選び直していくよ。どんなエンドだって来てみやがれってんだい？まずは、お兄ちゃんと一緒に行くかどうかの選択だね。ああ、ここで分岐が分かれてたのか。つまり、最終的に5番目が生まれるってこと？いやー、でも5番目は心臓がないから、多分そこは変わってないと思う。きっと5番目自身がそんなこと許さないやで。お兄ちゃんに言ってもらいたい。バカかお前。ああ、お前は何のためにここまで来たんだ？俺を生かすためか？違うだろ。ママに会いたくてここまで来たはずだ。それを今、棒に振ろうとしてるんだぞ。バカ以外に何だって言うんだよ。だけど、ここまで来れたのは、お兄ちゃんのおかげなんだよ。それなのに僕だけが行くなんて。はぁ、仕方ねえ弟だな。わあったよ、一緒に行くぞ。お兄ちゃん。ただし、結局二人が行ける方法がなければ、結論は俺が出すからな。俺はそれまで一緒にいるだけだ。うん、じゃあ絶対見つけないとね。っていうのが、一つ目の分岐だね。ああ、ダメだ。前回のシーンを思い出したらさ、このやりとりだけで涙腺がうるうるしちまうよ。そうね、こんなやりとり、今だけだからね。そして、二つ目の分岐ポイント。監視対象で、三番目以外を選ぶこと。ことごとく正規じゃない選択をしてきてたんやで。確かに、今思えば偶然すげえな。でも、ここで選んだ監視対象は、多分死ぬことになっちゃう。あてね、ここだけは俺に主導権を握らせてくれ。一番目で、そう言うと思った。まあ、どっち選んでも結果は同じだからね。さあ、一番目を操作していくよ。最年長の一番、お前も6歳になる年だったのか。じゃあ、6年間ここにいたってことになるんやで。魂だけの状態で6年も。まあ、一人じゃなかっただけ良かったのかな。いやー、それでも寂しかったろうよ。間違いで生まれた一番目、必要のないのに出てくるなんて、なんて親不孝なのかしら。また、この母親の罵倒を聞かなきゃいけないのか。自分勝手すぎて腹が立ってくるぜ。どうせ未熟児なんだから、生まれたってすぐ死ぬくせに、お前なんか生まれてもすぐ捨ててやる。ねえ、本当に、何言ってんの？ダメだ、これ以上この母親に耳を傾けちゃいけねえ。こんな言葉無視するのが一番やで。案の定それは、生まれても泣くことはなかった。用意した。って、何度も何度も殴りつぶした。おかしいよ、本当に異常だよこの母親。自分の子供なんでしょ？さすがに胸クソ悪すぎるだろう。あー。3番目の時とは違った形してたやで。クソ、嫌なもん見えちまうな。笑えねえ。嫌なものってか、化け物にしか見えなかったな。あれ？ 3 番目の時と、落ちてるアイテムが変わってる？傘じゃないけど大丈夫なのかな？お、鉄パイプあんじゃん。よっしゃ、持ってこ。おーし、これで戦える武器を手に入れた。これを使って監視の野郎をギッタンバッタンと。絶対違う。用途はわかんないけど、何かに使えはしそうね。
そして再び登場4番目。ねえ、なんで彼を助けるの？どうして体を奪おうとしないの？君たちがせっかく、ママに復讐できるチャンスなのに、変なの。あっは、4番目久々だな。相変わらず暗い顔しやがって。どうしてそんなに笑っていられるの？このままだと、僕らの魂ですら消えちゃうんだよ。確かにこのまま魂が残っていれば、体を持った受精卵の体を、乗っ取ることはできるがな。俺はもうここに長くいすぎて、考えることが、どうでもよくなっちまった。へえ、君の復讐心はその程度だったんだ。復讐心ねえ、ないと言ったら嘘だが、今俺はママを信じるんじゃなくて、あいつらを、弟たちのまっすぐな思いを信じたいんだ。あいつらなら、何かを変えられる気がする。ないね、気がするなんて曖昧な感情、後悔するよ。あっは、後悔なんて何万回もしてるさ、今更だぜ。あっそ。相変わらずね4番目。憎しみだけがあいつの動く源になってんだ。あ、アベルさんの源知りたい？知りたくない。ガビーン。少しぐらい聞いてあげろやで。さあ、ここからが本番よ。うぎゃー？頭に響くぜ、こんちくしょう。おいおい、このタイミングで来るか？まあ、俺ら死人には関係ねえか。あっちには2番も3番もいるし大丈夫だろ。そう、それが彼の最後の言葉になるのだった。やめんか、ごめん。なんかあいつ、いつもの監視じゃねえ。4番目？さすがに1番は正体に気がつくか。すでに魂状態の4番だからこそ、魂の1番も殺すことができた。って解釈で合ってる？まあ、実際この監視以外は何ともなかったからね。その鉄パイプで足を狙うのよ。確かに、戦えそう。そのための鉄パイプやで。一度目に孕んだ子は、彼の兄との無理やりでできた。かなり焦った。どうしたらいいかわからなかった。え、ちょ、いや、ちょまちょまて、ちょ、どどどどどどどういうことだ一体？動揺しすぎだろ。だけど思っていたより腹は大きくならなかった。だから放っておくことにした。ある日、何の予兆もなくそれは生まれた。割とすんなりと出てきたそれを、鉄パイプで殴りつけた。はぁ？お前、鉄パイプってそのために、マジかよ。このゲームで一番生々しいな。あっけとしちゃったやで。何度も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 、ぐちゃぐちゃになっても何度も。本当におかしいよこの母親、狂ってる。しかもそれ呼ばわりって。聞きたくねえよこれ以上、これ以上聞いて何になるってんだよ。ぐちゃぐちゃになったあれは、少し放置しただけですぐにうじが湧いた。バイバイ、二度と私のところに来ないでね。あっは、あれだけでかいこと言ったのに。結局何もできずじまいじゃねえかよ。だっさ。一番、お前は誰よりもかっこよかったよ。納得できないよ。なんでこんな母親の元に生まれるために頑張らないといけないの？本当に意味がわかんない。コメント欄でさ、母親に同情するようなコメントがたまにあったんだけど、わかんねえよ。鉄パイプで赤子を殴りつける母親の、どこに同情したらいいのか。残虐という言葉しか見つからないやで。監視対象で、2番目のも見ようかと思ってたけど、1番と同じぐらい胸クソだろうからな。それなら俺知りたくねえよ。2番目ちゃんの過去なんて知らない方がいいよ。そうね、私も知りたくない。それで次にすることは、ここで3番目に話しかけること。ほう、展開が変わってるのか？あ、弟さん、調子はどうですか？ちょっとドキドキしてる。ですよね、でもご安心ください。私たちがしっかりサポートします。ありがとう。あと、実は、その、私気づいてしまったのです。そちらの箱の奥に道を見つけました。入ろうとしたのですが、わずかに入れなかったのです。ちょうど腕が入らないくらいでしたので、弟さんなら入れるかもしれません。道？見てみようかな。え、そんな隠し要素あったの？まさかの隠し部屋展開ですか？そしてその部屋の中から出てくることはなかった。だからやめんか。ごめん。あれ、よくよく見ると箱の奥に道がある。ちょうど入れるみたい。入ってみよう。いや、さっき3番が言ってたこと忘れてるやで。道の奥の箱の部屋来たー。紙が散らばってるだけみたいだけど。なんだろう、すごい量の紙だ。漢字がいっぱい書いてあるけど。あ、この文字だけ丸で囲んである。翔太？主人公の名前？生まれる前に名前を知れるとは。これ、名前？いかにもその通りだよ、翔太くん。いや、翔太ちゃん。なんで言い換えたんだよ。この名前がルートの分岐に大切になるのか。あと埋まってないのは両腕の部分だから、これで前回足りてなかった箇所が埋まったね。すべてコンプリートってわけやで。じゃあ、途中は前回で見ちゃってるから、お兄ちゃんから腕をもらったところまで飛ばしました。お兄ちゃーん、一緒に会いに行こうねって、約束したじゃんか。いや、アベル、それ前回やったでしょ？だからといって何も言わないのはどうかと。
ってね、冷酷やで。なんでそうなるのよ、なんで。果たして、エンディングはどう変わってるんだろうか。楽しみな気持ちとドキドキな気持ちが暴れ回ってるぜ。あれ、ここまで前回と同じだったけど、なになになに？へぇー。なななな、なんだいこれは？画面がおかしくなってるやで。本当にこれがブルーエンドなの？明らかにバッドエンドに導かれそうだけど。まあ、見てみようか。何が起きてるの？いい展開ではないことは確かだね。生田？翔太。え、ちょっとなんで？緊急速報。ゲームがシャットダウンしました。ゲームの演出やで。いや、あのさ、今の展開は何ですか？主人公が、母親を刺した。って解釈するのが普通だろうね。いやいや、やっぱりバッドエンドじゃねえか。って思ったけど、あの母親だったしな。翔太くんはお腹の中での記憶を忘れていなかった。だとしたら、まあ。なるほどね。確かに終わりが終わりだったけど、ゲームとしては最高のクオリティだった。まさかここまで感動できる作品だったとはね。2番目ちゃん、最高だったぜ。笑いあり感動ありホラーありの全てが詰まってたやで。名前だけは知ってたから、実際にプレイできてよかったよ。ホラーは嫌だけど。それでは、ご視聴ありがとうございました。のし。